ハロルド・メルビーン・アグニューはアメリカの物理学者。広島に原爆を投下した飛行機に科学観測員として同乗したことで有名であり、後にロス・アラモス研究所の三代目所長となった。1942年、シカゴ大学の夜勤研究所に参加し、世界で初めての原子炉であるシカゴパイル1号の建設を援助した。1943年、 ロスアラモス研究所に参加し、コッククルフトウォルトン回路で研究を行った。戦後はシカゴ大学に戻り、エンリコフェルミの下で卒業研究を完成させた。1949年にロスアラモスに戻り、1954年のビキニ干渉でのキャッスルブラボー核実験に取り組んだ。1964年に核兵器技術科の長になった。また、 1955年から1961年にかけて民主党に所属し、ニューメキシコ州の上院議員も務め、1961年から1964年までは、NATO 最高連合軍司令官の科学顧問を務めた。1970年からロスアラモス研究所の所長を務め、1979年にゼネラルアトミックスの 社長及び最高経営責任者に就任するために辞任した。2013年9月29日、カリフォルニア州のソラナビーチにある自宅で亡くなった。1921年3月28日、コロラド州デンバーに、石切理工の夫婦の一人息子として生まれた。サウスデンバー高校に通い、デンバー大学に入学し科学を専攻した。 大学ソフトボール大会の優勝チームで投手を務めるほどのスポーツマンであった。1942年1月にデンバー大学を離れたものの、6月には優等学生 UI 会、ファイ・ベータカッパに選ばれて卒業するのに十分な単位を持ち、イエール大学より奨学金を受けた。日本による真珠湾攻撃によりアメリカが太平洋戦争に引き込まれた後、 ガールフレンドで南デンバー高校とデンバー大学の同窓だったビバリーと共にアメリカ陸軍航空隊へ参加しようとした。しかし彼らは入隊志願書に署名しないように説得された。その代わり、デンバー大学物理学課長のジョイシー・スターンズの勧めにより、スターンズがシカゴ大学で夜勤研究所の代理長に就任するのに帯同することになった。 アグニューは卒業するのに十分な単位を取得していたが、ビバリーはそうではなく残る必要があった。彼らは1942年5月2日にデンバーで結婚した。その後彼らはシカゴへ行き、ビバリーは夜勤研究所の所長であるリチャード・エルドゥーンの秘書になった。二人はナンシーとジョンの一難かずめを設けた。1945年テニアンデのハロルド・アグニュー。 長崎のファットマンのプラトニウムコアを持っている。夜勤研究所では、エンリコ・フェルミ、ウォルター・ジン、ハーバート・エル・アンダーソンと共に研究を行った。そこで彼は、シカゴ・パイル1号の建設に参加した。はじめは計装をしていた。ガイガーカウンターは、ラドンイコールベリリウム宣言を用いて構成されていた。ため、アグニューは、非常に高い線量の放射線を浴びた。 その後、原子炉の原則材である黒塩のレンガを積み重ねる仕事に移された。1942年12月2日に、原子炉が臨界に達した時、人類初の制御下における核の連鎖反応を目撃した。1943年3月にアグニュート・ビバリーは、ロスアラモス研究所に移った。アグニュート・ビバリー、そしてバーナード・ワルドマンは初め入りの医大学へ行き、 二人の男はコッククルフトウォルトンカイロと粒子加速器を分解し、ビバリーはすべての部品の目録を作成した。部品はニューメキシコへ運ばれ、アグニューとビバリーが受け取り、それをロスアラモス研究所に運んだ。そこでビバリーは秘書としてロバート・オッペンハイマーとその秘書、プリシラ・グリーンと共に働いた。その後終戦までは当時物理部門の長で後に、 機械装置部門の長になったロバート・バッヒャーの秘書として働いた。アグニューの仕事は、ジョン・マンリーのグループのために加速器を再構成することであった。実験の作業が終了した後、アグニューは、プロジェクト・アルバータに移動させられ、原子力爆発の相当化薬量を監視していた、ルイス・ダブアルバレズのグループの一員として働いた。 アルバレズとローレンス・ H ・ジョンストンと共に、パラシュートをつけた圧力計を落下させ、計量値を遠隔測定することで、核爆発の相当化薬量を測定する方法を考案した。1945年6月ユタ州のウェンドーバー空軍基地で軍服とドッグタグを発給され、第509混成部隊の C-54 で西太平洋のテニアン島へ飛んだ。 アグニューの最初の任務は、グレート・アーティストという愛称が付けられた、ボーイング B-29 スーパーフォートレスの機体に、相当火薬量測定装置を設置することであった。1945年8月6日の広島への原爆投下の際は、原爆投機系ノラゲーに同行する、科学観測機グレート・アーティストに、アルバレズとジョンストンと共に科学観測員として乗り込んだ。 アグニューアートに、後うそうしている。私たちがゲージを落とした後、爆発に巻き込まれないよう右へ鋭くターンをしましたが、それでもひどく揺れたことは覚えています。彼はカメラを持ってきており、唯一減損する上空から見た、原爆投下直後の広島の映像を撮影した。戦後、シカゴ大学に入りフェルミの下で、卒業研究を行った。戦後の住居不足により、 アグニュート・ビバリーは、フェルミとその家族と共に生活していた。1948年に、理学修士を取り、1949年に、PHD を取得した。博士論文の題目は、CS137,Y91,PM147,RU106,SM151,P32,TM170 のベータ線スペクトルであった。 その時のシカゴ大学の大学院生フェローには、リ・マサミチ、ヨーブリ、ヤスシ、オーウェン・チェンバレン、ジャック・シュタインバーガーがいる。1974年に30年の金属を表彰された。博士号を取得し、国立研究財団のフェローとして、ロス・アラモスに戻り、物理学部門で兵器開発に携わった。1950年に、熱核兵器プロジェクトに割り当てられ、 1954年に行われたビキニ干賞でのキャッスルブラ防閣実験ではプロジェクトエンジニアを務めた。1964年には兵器原子力工学部門の長となった。1955年から1961年までは民主党員としてニューメキシコ州上院議員を務めた。ロスアラモス軍から選ばれた最初の衆議会議員であった。上院議員は 無給で、1日あたり5ドルの手当を受け取っていた。ニューメキシコ州議会は多摩数年に30日間、奇数年に60日間しか開催されなかったため、ロスアラモスでの仕事を辞めることはせず、会期中は無給休,休暇を取った。彼は、利幅の加減が定められていたニューメキシコ州の種類法を改正しようとした。 これは1957年に失敗したが、1963年に法は改正された。1961年から1964年まで、NATO の欧州連合軍最高司令部の科学顧問を務めた。また長年にわたって、軍の非常勤顧問を数多く務めてきた。1957年から1968年に、 かけて、米国空軍科学諮問委員会のメンバーであり、1966年から1970年までは、米国陸軍の戦闘開発司令部の科学、諮問グループの議長を務めた。1966年から1970年までは、防衛科学委員会、1966年から1974年までは、陸軍科学諮問委員会、 1978年から1984年までは陸軍科学委員会のメンバーだった。1970年に7000人もの人が働いていたロスアラモス国立研究所の所長に就任した。ロスアラモスが大きな変化を迎えていた時期だった。前任者、ノリス・ブラッドベリーは戦後に研究所を一から再建した人物で彼が採用した書員の多くは 退職に近づいていた。アグニューの指導の下では、地下核実験封じ込めプログラムの開発や、中間種物理研究施設の完成、クレイ -1 スーパーコンピュータ第1号の導入が行われたほか、国際原子力機関の第1級査察官の訓練が始められた。またトライデント I とトライデントツーの潜水艦発射弾道ミサイルに使用されている w 7六と、 ミニットマン3大陸間弾道ミサイルで使用されていた W78 の開発をロスアラモス研究所の管轄下に置いた。彼は核兵器を安全に扱えるようにする低感度、装備品による作業に誇りを持っていた。原子力委員会からの原子炉開発のための支援は枯渇したが、1970年代のエネルギー危機器の間、研究所は 他のタイプの代替燃料を調査した。1979年にロスアラモスを辞め、ゼネラルアトミックスの社長及び最高、経営責任者に就任、1985年までその地位にいた。カリフォルニア大学学長のデビッド・エス・サクソンに宛てた辞表で自身の決断の理由となったのは、大学の運営方針への不満と、らする、 ロスアラモス科学研究所プログラム総体への指示が欠如していること及びエネルギー省による防衛プログラム資金が私の見るところラスルと LLL ローレンスリワモアラボラトリーとの間で公平に分配されてこなかったことへの失望感だと書いている2006年ロスアラモス研究所で1974年から1978年に 武器庁と軍縮局の総諮問委員会委員長を務め、1982年から1989年にかけてホワイトハウス科学評議員を務めた。1968年から1974年、及び1978年から1987年にかけて NASA 航空宇宙安全諮問委員会のメンバーでもあった。1988年に カリフォルニア大学サンデー語校の非常勤教授に就任した。1966年にオ、e. ーローレンス賞を受賞し、1978年にはエネルギー賞のエンリコ・フェルミ賞を受賞した。ハンス・スウェーテと共にロス・アラモス国立研究所メダルを初めて受賞した。米国科学アカデミーと全米技術アカデミーのメンバーでもあった。戦術核兵器の衝動者であった。 アグニューは1970年にベトナムのタインホア橋を破壊するのに従来の兵器で何百もの出撃を要したものを核兵器を用いたならたった一回で済んだことを指摘した1977年原子力科学社会法に書いた論文で中性子爆弾の核融合反応には従来の核分裂兵器に比べて戦術的な利点があり特に 東側諸国が有する重機構戦力に対抗するのに有効だと主張した。アグニューは、ランドコーポレーションが達成した結論を引用し、融合爆撃によって生成された。中性子は、戦車の装甲に影響を与えずに内部に貫通し、数十分から数時間の間に、乗組員を殺したり、完全に無効にすると主張した。中性子爆弾は、巻き添え被害を軽減するため、 核分裂兵器より、はるかに選択的な方法で使用することができ、それゆえ、軍の防御側だけでなく近くの非戦闘員にとっての利点も明確である。アグニューは、アメリカの新しい核兵器設計は、核実験なしでは認定されず、そのような試験なしでは、核兵器備蓄信頼性管理が困難になるかもしれないと主張した。1999年、アグニューは、 ウォールストリートジャーナルに投資を送り、各開発機関のコンピュータコードが中国のスパイの手に渡ったという主張について、その重要性を疑問視するコメントを発した。核能力を実証し爆弾や弾頭を運搬する手段を持っている国がある以上、弾頭の数にわずかに差があるとか、弾頭が赤、白、青ではない色で塗られているといったことは大した問題ではない。 国家主源防衛会議がこれまで公開してきた情報も違法な手段で入手したコンピュータコードと同じぐらい他の国々にとって有用であったのではないかビバリーは2011年10月11日に亡くなった。アグニューは慢性リンパ性白血病と診断されており2013年9月29日空ナビーチにある自宅でフットボールの試合をテレビで見ている最中に亡くなった。 娘のナンシーと息子のジョンが残された。彼は仮葬され、ロスアラモスのグアヘパインズ墓地でビバリーと一緒に埋葬された。2005年の BBC のインタビューでアメリカの核兵器の約4分の3はロスアラモスで私の指揮のもと設計された。私の遺産です。と語っている。 日本の広島に来た際は、当時の被爆者の女性に対して、謝罪等はなく、真珠湾のことを言う冷徹な面を持ち合わせていた。ありがとうございます。